南口駅舎東口1977年の朝日川駅周囲約1キロメートル範囲。左が札幌方面。1977年の朝日川機関区客貨車区。周囲約1キロメートル範囲。上段下段ともに国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成朝日川駅は 北海道旭川市宮下通り八丁目にある北海道旅客鉄道の駅である。駅番号は A28。事務官コ度は12108。旭川市の代表駅かつ旅客列車が客扱いをする日本最北の有人高架駅である。函館本線の終点活動線を当駅の所属線としており、宗谷本線、富良野線の起点となっている。 また新旭川駅を線路名称上の起点としている、赤北本線のすべての列車が、宗谷本線経由で乗り入れているため、事実上4路線の接続駅となっている。旭川運転所が、旭川鉄道高架事業で、北旭川駅付近に移転したため、宗谷本線は、本駅から旭川運転所分岐点までの区間のみ、複線交流電化されている。ただし、 宗谷本線、関北本線の営業列車はすべて機動車であり、電車の運転は入出庫の回送車のみである。本駅に発着する特急列車は、札幌旭川間の都市間輸送に特化した特急、カムイ、ライラック、札幌から関北本線経由で網尻駅まで運行する特急、おほうつく・宗谷本線経由で和歌内駅まで運行する特急、 宗谷がある。また週末を中心に、ライラック、旭山動物園号も運行している。当駅発の特急列車には網走まで運行する、特急、大雪は、稚内まで運行する特急、サロ別があり、また、ライラックに、相互接続している。また、上記の特急を保管するため、赤北本線には、特別快速、北見、宗谷本線には、 快速、ナヨロが運行されているほか、フラノ線には下記を中心に、臨時列車、フラノ、BA の6甲号が運行されている。なお、当駅にかかる運賃、料金計算の特例として、新旭川駅を通過する列車に乗車し、宗谷本線、関福本線を乗り継ぐ場合の新旭川駅、当駅間の区間外乗車の特例、函館本線の特急列車と宗谷本線、 関北本線の特急列車を当駅で乗り継ぐ場合、当駅で改札を出ず、乗り継ぐ場合に限り特急料金を投資で計算する特例がある。旭川駅の配線図一番下が一番線南側より、島式ホーム3面6線、単式ホーム1面1線、経営4面7線のホームを持つ、高架駅。構造上、富良野線は1の3番線に発着が限られる。 1.2番ホーム及びその延長線上の効果、スラブと5.6番ホームには、樹木のように枝分かれした4砂柱が、それぞれ10基ずつ、計20基設置されており、ホームを覆う大屋根を支えている。4砂柱の真上には天窓がある。1.2番ホームは、大屋根より短く、3.4番及び5.6番ホームは、ややはみ出ている。駅舎部分を含めた外壁は、 ガラスカーテンウォールでホームから中別側や大雪山連峰を見渡せる。3.4番ホームにはセブン自販機があり、3から6番ホームには特急乗車口案内装置がある。PRC 付帯の自動閉塞区間であるため運行状況を含めた発着案内の自動放送が行われる。乗り場降下課以前は函館本線や宗谷本線とフラノ線を 直通運転することができなかったが、現在は地近文駅方面と富良野線の直通運転が可能になっている。開業日の10月10日と翌11日には臨時列車が運転され、地近文駅から富良野線への直通運転が行われたが、定期列車で直通運転の設定はない。当駅到着後に折り返し運用が設定されている列車が主に使用する。 留置線が旭川市場駅側に2本設けられており、主として普通列車等が使用する。1898年開業時から数えて4代目の駅舎であり、旭川市が進めている駅周辺再開発事業、北斎イ旭川整備事業の一環として建設され、2010年10月10日に仮開業、2011年11月23日に全面開業した。 川のある駅をコンセプトにしており、市内にいくつもの川が流れている旭川を象徴するデザインになっている。改札は東改札口と西改札口があり、2階には各ホームへつながるエスカレーターエレベーターがある。駅舎は平和通海物公園と緑橋通りの延長線上にあるコンコースを通じて、駅舎の南北が結ばれている。 木工産業が盛んな旭川市の中心駅にふさわしく、内装には北海道産の摩材が使用され、改札内の壁面、ピー・プル・ボールには旭川に名前を刻むプロジェクトによって集められた1万人の名前がアルファベットで刻まれている。また、西コンコースには、ビバイ市出身の彫刻家、安田忠の作品、天碑が設置されている。社員配置駅。 緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機、パークトレイン設置駅、駅連高あり、管理駅として以下の駅を管理下に置いている。施設旧駅舎三代目駅舎は4面7線のホームを持つ地上駅でありホームは北側から南側へ不満され、一番ホームは旧駅舎に直結する単式ホーム、他は島式ホームであった。 各ホームは地下通路でつながっており、特急は1から3番ホームに発着していた。6.7番ホームは、フラノ線の列車専用で使われており、かつて5番ホームと6番ホームの間に、貨物列車の仕分け線があった名残で、1から5番ホームからは100メートルほど離れていた。このほか、1番ホームと2番ホームの間に、貨物列車の待機線が2本あった。また、 北海道内で2番目の民衆駅として地下街には朝日川ステーションデパートがあり、地上階と地下階に改札口が設置されていた。1982年10月に開業した朝日川エスタ、朝日川ターミナルホテルとも直結していた。2004年にステーションデパートが閉店すると地下改札口も閉鎖された。1991年9月には、 北海道放送旭川放送局が旧駅舎の東端に直結する局舎に移転。当時は駅舎1号館2階に一般視聴者向け施設として HBC メディアプラザ ACS も開設していた。また1993年に放送を開始した旭川市のコミュニティ放送旭川シティネットワークも当初本社を駅舎内に置き送信書として局舎を利用していた。 しかし FM リベールは2006年に本社を3条通り7丁目に移転。HBC 旭川放送局も2010年に1条通り8丁目へ再移転し、旧 HBC 局社は同年末で解体が完了した。2006年3月17日までは窓口営業時間が3時から翌日1時20分までと、北海道内で一番長く。 休業時間は1時間40分のみであった。主な駅弁は、下記の通り、旭川市中心市街地活性化基本計画の区域となっている。旭川駅北口、旭川駅前広場4モール、旭川駅前、鶴葉ビルディング丸勝デパートフェール、旭川日本国内初の高級的、歩行者天国である平和通い物公園を中心に、商業施設や、 金融機関、宿泊施設などが集積しており、道北随一の繁華街、3.6街や5.7、工事フラリートがある。常磐公園、旭川市民文化会館、旭川市役所への最寄り口。商業施設金融機関宿泊施設その他昭和60年代に、旭川市中心部の南側に位置する神楽地区に、新たな都市機能、旭川市、 大雪クリスタルホールを整備した。その中で、国鉄分割民営化により、新たに土地利用転換が可能な土地が生まれることになり、連続立体交差事業や土地区画整理事業、河川空間整備事業などを一体的に推進することで中別川で分断されていた都心部と神楽地区の連続化を図るため、北サイ旭川整備事業による再開発を行い、2014年に、 完成記念事業を開催した。駅周辺にバス停とバス事業者窓口が分散して設置されていたが、北口東側に浅塚は駅前バスタッチを整備。順次移転が行われ、二千十八年六月二十一日の北海道中央バス、浅川ターミナル廃止、バスタッチ内移転をもっておおむね現在の形となった。バス事業者窓口は七番乗り場前の鶴葉。 BLDG、旭川駅前内に2社が設置し、他社業務自宅を含めて集約された。主な行き先として、旭山動物園業は、駅舎から最も近い6番乗り場、都市間バス、札幌業は7番乗り場、その他都市間バスと中距離路線は8.9番乗り場、旭川空港業と新千歳空港業は9番乗り場となる。 宮下通りと一条通りの路上バス停も引き続き使用される。路線詳細などは事業者記事や公式サイトを参照されたい。1898年の旭川駅開業から1986年の貨物取扱い廃止まで旭川機関区及び現在の d c m ムマック宮前店付近に貨物取扱い専用の操車場が広がっており、主に有害貨車。 タンク車等による貨物輸送が行われていた。主な取扱いに関しては、旭川に向けて石炭等の輸送や周辺地域で栽培されていた農産物等であり、1968年10月の宗谷本線北旭川駅開業までの間は、東北最大の貨物取扱い量となっていた。貨物輸送が北旭川駅へシフトし、 創車場付近が後の住宅地開発に使用されることになったため廃止となった。電化開業後は札幌貨物ターミナル岩見沢旭日川間の貨物列車は電気機関車によって牽引されるようになり、隣接する旭日川機関区から創車場にかけて河川が張られていた。1998年の旭日川運転所の一般公開の際は来場者の送迎のために 旭川駅から同所まで列車によるピストン輸送を行い、整理券のみで実質無料乗車できた。1999年から2002年の大晦日から元日にかけて、上川神社への初詣客のために当時、隣接していた旭川運転所に仮乗降場、北サイト旭川駅を設置し、旭川駅からピストン輸送を行った。旭川駅構内の扱いとされ、 入場料金で乗車できた。2003年の第6次旭川市総合計画後期実施計画第4章では上野からの寝台特急北斗製の旭川乗り入れと基本計画線となっている北海道新幹線の整備計画組入れの促進を図るとしている特急列車の停車駅は各列車記事を参照。ありがとうございます。